オルタンス・マンチーニは、イングランド・スコットランド国王・チャールズ2世の愛称。オルテンシアとも呼ばれた。ミケーレ・マンチーニと、ジェローラマ・マザリーニの四女で、ジュール・マザラン・スー・キキはおじにあたる。マザリネットの一人で姉に、ラウラ、オリンピア、マリー、妹に、マリー・アンヌがいる。美しい五人姉妹の一人として、ローマで生まれる。六歳の時に、フランスへ移った。 亡命していたチャールズ二世にプロポーズされたが、国も資産もない彼を死がにもかけないマザランが断った。サボイア公からも求婚されるが、マザランが持参金に城を用意するのを断ることで破断になる。ロレーヌ公との縁談も持参金絡みで破断になっている。しかし、十五歳になると、すぐ、当時の富豪の一人であるラメイユライエ公、アルマンシャルルド・ラポルトと結婚させられた。 結婚と同時にアルマンシャルルはマザラン公となり、結婚後まもなくして亡くなった、マザランの所有していたマザラン帝や多くの絵画コレクションを相続することになった。結婚生活はすぐに破綻。若く美しいオルタンスは宮廷の人気者であり、アルマンはオルタンスが男性と同行するのを禁じ、隠れてオルタンスの恋人の身辺を調査した。年月に、 夫と自分の家族の元から逃げ出し、姉、マリーの元へ向かった。ルイ14世は、オルタンスの保護者であることを宣言し、2万4000、リーブルの年金を支払った。オルタンスは、オートイコールサボアへ城を構え、作家や哲学者、芸術家を集め、パトロンになった。オルタンスは自分を正当化する、解顧録を出版し、夫が、いかに支配的で、独占欲が強く、 金遣いが荒いか書き記した。マルグリット・ド・バロワを除くと、オルタンスとアネ・マリーは、フランスで最初に回顧録を出版した女性である。男装を好み、剣と銃を携える彼女の冒険談が、ヨーロッパ中の至るところに伝わるほど、有名だった。彼女は、多くの愛人を持ち、その中には、サボヤ公、カルロエ・マヌエーレ2世がいた。彼女は16歳頃から、 バイセクシュアルとしても知られるようになる。マザランはチャールズ2世がすぐにイングランド国王へ復帰したことを嘆いた。金に困ったマザランはチャールズ2世とオルタンスに500万ルーブルの持参金を要求しているがオルタンスはこの申し出を断っている。その後、マザランはルイ14世からの年金を含むオルタンスの資金を凍結させてしまう。チャールズ2世に 資金凍結問題を解決してもらうため、1675年に、オルタンスは、メアリー・オブ・モデナに会うためと口実を作り、イングランドへ渡り、間もなく、チャールズ2世から4000ポンドの年金をもらい愛称となっているが、イングランドでもオルタンスは、多くの愛人を持ち、モナコ大公を愛人にすると、チャールズ2世は、彼女の年金支払いを打ち切っている。しかし、 チャールズ2世は2.3日後に年金を支払うとしているが、これはチャールズ2世の愛称としての終わりを意味していた。しかし、二人は友人としてチャールズ2世の死まで良い関係を続けた。1699年、チェルシーの自宅で死去。夫アルマンシャルルとの間に生んだ息子ポールジュールがマザラン行為を継承。オルタンスのゲンソンルイーズ・ドーモンがモナコ港。 己四世と結婚したことで、マザラン公爵磯の他の称号、資産はモナ国家に相続された。ありがとうございます。